便器にチューリップ、どういう状態？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、はとばに船が2艘やってきました。また稲島からじゃないか。カラフルサンバイザー。あ、今回は旅人はなしか。お、ゆえちゃんバイバイ。あ、みんなが旅立っていく。ん、この二人はニュー？ニューじゃないよね。うん、全然ニューじゃないや。こんばんは。いや、全然。もうずっといてくれてもいいけどね、別に。お、そして。こんばんは。いやー、旅立っていくのね。うん、元気でね、ゆなくん。ユニポンちゃんそっくりやね。なんか、アスム要素がそんなに見られんかったけど。ほい、じゃあマンション入ってこう。何やってんの？あ、いいね、いいね。ルキアくんがゲームして、イトメちゃんは見よる感じ。ほい、それじゃあ。ハットくん、入るよ。あれやね、髪染めてなんかちょっとイメージ変わったね。こんばんは。アイカのこともよく知らないのですが、僕とアイカとは違いそうですか？うん、わからんけど、多分相性バッチリなはず。ぜひお友達になってね。どうでもいいのに捨てられないものってありますよね。そうなんよ、絶対使わんよねって思うものでもいっぱい取ってしまうけんね。ちゃんと整理をしなければ。いただきます。ほいほい。どう？おお、美味しくなかった。この島は結構あれかな、レバー嫌いな人が多いかな。私も嫌いやけどな。ほい、それじゃあライチちゃん入るよ。ん？電話中？普通に歩きよったわけ？こんばんは。こんばんは。やっちゃんとはすごく仲がいい親友だと思っているのですが、ライチとなっちゃんのこともどう思いますか？え、いいと思う。相性バッチリ。やっぱりどうですよね。もちろん。うんうん。ね、本人たちがそう思うよるんやったらね、絶対そうに決まっとるよ。みんな何の音楽聴きよんやろうね、あれ。だってなんか、音楽堂で歌いよるのとは違うやんか、全然。気になるんやけど。ほい、それじゃあ、それじゃあ、使い捨てカメラで、写真を撮ってきてもらおうかな。ね、住人の写真。わかりました。ちょっと撮ってきます。行ってらっしゃい、楽しみにしとるよ。こんなのが撮れました。お、お帰り、どんなの？仲いいね。何、ダブルデートですか？タイトルは、けだるい日常です。けだるい日常、けだるいって言っちゃダメだよ。けだるいって言っちゃダメだよ。確かに、だって超楽しそうやったやん。上辺だけみたいな気がして、なんかちょっと怖いわ。ほい、それじゃあ。あと友達マークは、あ、おる。ことはちゃん入るよ。いつ見ても霊気がすごい。ね。あゆなのそっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶり。マンレノに友達になってほしいと言われたのですが。おー、マンレノくん、いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。めっちゃ待ち構えとる感が。なぜ腕を組むんだ？なんかちょっとびっくりした。マンレノくんとこも部屋とかシンプルやね。お、友達になれたか。
まくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よかったよかった。これから仲良くね。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で、何がいいかな。なんか猫とか犬とか、ね、この中に入ったらちょっと死んでしまいそうな。マラカスで、道具、マラカスをプレゼントしました。これにこれもあります。なになに？お、実用品、フライパンをもらいました。ありがとう。おー、いいね。やっぱり人にはね、笑っとってもらった方がいいよね。あ、いいね、いいね。ちょっと見た目だけでもあったかい感じになったんじゃない？ほい、それじゃあ、ともやくん入るよ。なに、なんか準備運動中？こんばんは。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服。どういう服がいいかな？今結構シンプルよね。あ、襟付きセーター。丸い襟で首元もあったか。味のある毛糸で丁寧に編み上げました。ほい。どう？これからの季節。お、結構気に入ったようです。よかったよかった。でも前よりかはちょっとなんか、ね、いい感じになったやろ。これもシンプルっちゃシンプルやけど。ほい、それじゃあ、犬レンタル券。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。可愛がってね。あ、すればよかったなんて、後で思うことありますよね。ねえ、なんか何年経ってもそういうのってあるよね。まあ、後悔とかしてもしょうがないのだけれども。お、レン君一緒におる。ほい、それじゃあ、アシちゃん入るよ。どうもどうも。マサオさんが一緒におるね。お久しぶりです。お久しぶりです。悩んでいるときに使う言葉を教えてください。悩んでいるときに使う言葉を教えてくださいっていう言葉が一番私を悩ませるんだが。だってもうほぼないやん。もう2種類、1種類か2種類ぐらいしかないよね。でいいですか？いいと思うよ。はい、わかりました。ほい。まあ、そんなに悩む時がなければいいけど。限界なんてないんですよ。きっと。いいこと言うね。めっちゃいいこと言うね。どこまで行っても限界はない。一見ちょっとね、ただひたすら頑張るべきって感じやね。どう？てか、レバー最後ので、最後のでやね。レバーさっきので最後やったんや。なくなっとったね。ほい、それじゃあ。ほい、それじゃあ、みゆきちゃん入るよ。めっちゃ走り回りよる。機嫌いいね。アルナのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶりです。実は、すごく大事なものもなくしてしまいました。マジで何をなくしたんだ？協力するよ。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。もちろん、多分誰かが拾ってくれてるはず。私が仲良くなった人と今でも連絡も取ってます。おー、いいね。てか、旅先？旅に出とった、みゆきちゃん。はい、コロッケあげる。いただきます。まあ、そういう出会いをね、大事にしていきたいよね。一生の付き合いになるかもしれんし。お、よかったよかった。好物の2位にピーマンが入ってきとるっていうのがなんかすごいね。ピーマン食べれるけど好物にはならんわ。ほい、それじゃあ、レイコちゃん入るよ。え、なになに？なんか言いかけたね。こんばんは。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服。今あれよね、海賊の服かなんかよね。どういう系がいいかな。派手な方がいいんかな。でもそんなに派手なのない気がする。これはこれで派手やけど、ちょっと違うやろ。こういう感じ？ボーダーワンピース。カラフルなボーダーにトレンカーを合わせる。これは可愛いやんの動きやすい。ちょっと
カラフルでおしゃれな感じと、まあまあ気に入ったようです。まあまあか。このマンションに住みたいって人はもっといると思いますの？周りにいませんかね？なんかね、次々と来てくれるのはものすごく嬉しいんだけど、とりあえず100人いっちゃったからね。いただきます。ほいほい。どう？美味しい？お、結構美味しかったようです。よかったよかった。また与えよった。何回食べさすっていうね。めっちゃ太らす気満々な感じ。なんかゆかぽんちゃんがめっちゃ、ノリノリやったけど。おー、ゆずちゃん病んでる。どうしたどうした、お腹痛い？風邪？ゆず、もうダメです。どうした？風邪もひきました。風邪か。ゆずちゃん、うつむいたら顔が全く見えんのやけど。それじゃあ、風邪薬。ほい。しっかり飲んで、ちゃんと寝てね。お、有効成分が風邪の諸症状に効きました。よかったよかった、そういうプラシーボ効果大事よ。平凡でいれば幸せです。まあそれが一番ね。なんか派手やったりとかしても楽しいっちゃ楽しいんやけど、平凡に、毎日平凡に過ごせることがめちゃくちゃ幸せやなと。お、すごいな。頑張るね、二人とも。ちょっと入るよ。同じタイミングで起き上がった。あゆなのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶりです。どうしても伝えたいことがあるので、屋上に来てほしい。その手紙も受け取りました。誰やろ今回は。わからないのですが、行った方がいいでしょうか。うん、ぜひぜひ行こう、それは。確かに気になりますもんね。ね。誰だ？お、レンタヌキさん？レンタヌキさんっていい人ですので、もっとみんなに伝えてくださいよ。自分で自分のことを言うか。でもこれさ、もし本人に変装バレとったらめちゃくちゃ恥ずかしくない？何自分のこと言ってんだとしか。デンタヌキさんだよ。この漫画の世界とか、そういうのでの変装ってめちゃくちゃわかりやすいと思うんやけど、なぜわからないの？家電のカタログか。でもね、スマホのカタログとかは見よっても、あ、これデザインかわいいとか思って好きかもしれん。ほい、それじゃあ、あやちゃん入るよ。なんか、ここにおったら、先生と患者みたいな。ハットのこともよく知らないのですが、私のハットとは違いそうですか？ハットくん。相性バッチリ？疑問系。ぜひぜひ仲良くなってね。自分は白状かもしれないと思う時があります。なぜ？でもまあ確かにドライになってしまう時とかあるけど。白状？別に白状じゃないんじゃない？ほい。お子様ランチだけど。で、昔お子様ランチめっちゃ好きやったな。ねえ、あのなんか、なんていうん、チキンライスに刺さっとる旗。あれがいいよね。あとやっぱり一番は、おもちゃがついとるっていうのが大きいよね、やっぱり。お、ももちゃん入るよ。めっちゃお邪魔やけど。こんばんは。こんばんは。仲直りしたいです。お、よかったよかった、言ってきてくれて。仲直りしてね。そっか、ずっと病んでたのか、アイパミちゃん。もういいよ、大丈夫だよ。
ごめんなさい。仲直りしませんか？お、お、お。はい。はぁ、この嬉しそうな顔。よかった、よかった。なんかあれかな、ずっと仲直りせんまんまとかはないんかな。お、うまくいきました。ありがとうございます。恋人同士とか夫婦とかやったら離婚とか別れるとかあるやん。絶好みたいなのないんかな。お礼にこれもあげます。あってほしくないけど。お、実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。お部屋に猫が来たから、床に猫毛がたくさんのしてます。猫毛、猫毛って言うんや。え、それは何、迷惑しているということ？違うよね。ほい、それじゃあ宇宙食。まさかの栄養たっぷりの宇宙食。今のところ宇宙に行く予定のないあなたにも。宇宙食ってなんか気になるよね。どんな感じなんかな。すべてああいう液体的な感じになる。あまり美味しくなかったか。まあ普段食べる分には美味しくないんかな。宇宙に行ってこその美味しさなんかもしれんね。ほい、それじゃあ刹那さん入るよ。なんかその帽子かぶっとるだけですごい運動会感が。そうよ、忘れないで。新しいインテリアが欲しいです。お、インテリア変える？この感じ変えちゃうか。それじゃあね、どれがいいかな。かぼちゃ畑、カントリー、芸術、あ、これいいんじゃない、おしゃれよ。レベルの高い芸術作品に囲まれて、この部屋ではあなたさえも芸術作品です。どうよ、これはこれで綺麗やろ。新しいインテリアもありがとうございます。うんうん、なかなかいい部屋ですね。やろ。ところで、部屋も見ていきますか？見てく。なにこれ、ポテト。いいね、いいね。そうよ。これはなんなんやろ、トリックアートとかそういう感じかな。でもなんか実際にこれ、壁の破片みたいなの落ちてるけど。快適ですね。快適？何あれ？なんか切り株にスプーン刺さったんやけど。え？便器にチューリップ。どういう状態？木馬にも乗ってるのはなんかわけのわからない仮面みたいな。快適ですね。快適？ほんとかよ。まあでも、うん。いいかな。個性的ではあるよね。大事にします。くつろげはしない気がするけど、大事にしてね。はい、それじゃあ道具で何がいいかな。この中に置くようなもの別にないよね。じゃあサッカーボール。はい、道具、サッカーボールをプレゼントしました。一人旅はちょっとあれかな。二人以上がいいな。絶対寂しくて死にそう、私。誰かと話したいやん、やっぱり。いただきます。どうぞどうぞ。誰かと話したいし、自分一人で乗り越えられる気がしない、いろいろと。お、美味しかった、よかったよかったね。外国じゃなくても日本国内でもなんかちょっと心細いよね。ほい、それじゃあチャーリーさん、何クスクス笑ってんの？私たちに興味なくなったんですか？アユナのそっくりさん。大丈夫、興味はめちゃくちゃあるから。お腹が空きました。お、お腹空いた。それじゃあハヤシライスを。どうぞ。どう、美味しい？お、すごく美味しかったようです。あ、1位になったやん、やったね。お礼にこれもあげます。まあでもハヤシライスかカレーかやったら絶対カレー派なんやけど。実用品、扇風機をもらいました。まあでもたまに食べたくなるよね。嘘もついたことなんてありませんよ。なんでどもったの？怪しすぎるよ、チャーリーさん。絶対ありやろ。嘘ついたことない人とか多分おらんよね。ちっちゃい嘘ぐらいみんないくらでもつきよる気がする。みんなお出かけ中だ。
あ、すごい集まっとるやん、クラ君の部屋。ふい、それじゃあ。それじゃあ、あきちゃん入ってね。あきちゃん入るよ。どうもどうも。音楽聞きよった？1週間ぶりくらいですか？あゆらのそっくりさん。お久しぶり。さっきチャーリーさんとこも行ってきたよ。私側のドア開けると、すぐ虫が入ってきます。ああ、夏場とかは特にね。でも今の時期、秋もそっか、秋は秋でね、コオロギとかスズムシとかなんかいろいろあるもんね。まあ、部屋に入ってくるかどうかはわからんけど。ほい、肉まんどうぞ。いただきます。これからどんどんコンビニとかでも肉まんの安売りとかしだすよ。買わな、買わな。私数年前まで全然中華まん食べれんかったけど今大好きやもんね。美味しいよね。なんかまず最初にピザまんが食べれるようになって、そこからいろいろ食べれるようになったよ。今はチーズ肉まんが一番好きかな。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてって。いいな、身長高いの。今日は27,100円集まりました。ほい、オッケー。そして夜市開催中。もうこれが楽しみで楽しみで。もちろん買うよ。いらっしゃい。ああいうのって寂しいよね、通り過ぎられるの。この道20年。何歳ですか、アイパミちゃん。ちゃんじゃないね、アイパミさんやね。ほい、一つ目の中身は食べ物、ぶどうが入っていました。なんかこの間も入っとったな。二つ目の中身はお、服、スーツが入っていました。やったね、新しい色や。三つ目の中身はお宝、ルビーのペンダントが入っていました。いいね、これは当たりじゃないの。おーって言われたし。でもお宝やけん身につけるやつではないってことか。身につけるやつが欲しかったね。しりとり大会開催中。ほい、そして公園に誰かいるね。あ、ライチちゃんがスヤッと。あー、いいねいいね。なんか秋のこれぐらいの時間帯って涼しいもんね。ほい、じゃあ遊園地。おー、びっくりした。めっちゃびっくりした。遠くの方で誰が乗ってんだ、全然見えないけど。近づける？ここまでか。来ない？もう一回。わからねえ。でも二人ほど乗っとったね今。あの棒読みな感じのキャーが好きよ。ほい、じゃあ浜辺。いいね、この何とも言えない表情。寝よるわけじゃないんやろ、何かを眺めてるの。ほい、じゃあしりとり大会見てこっか。食べ物しりとり久々に。お、食べ物。おー、ゆ、ユッケ、ゆで卵。そっちか。ご、ご、ごりゃ。あー、ご飯しか思いつかんかった。焼きそば。バナナ。バナナの皮。皮かい。そこ食べ物じゃなくね。ね。あ。ん、がついてるの。おお、ハットくんの勝利だ。あれ何？なんか周りにおった人たちもがっかりしたりとか喜んだりしよったけど、チーム戦？しりとり大会継続しようやね。引き続き、2回戦とかあるんかな。ほい、それじゃあゆまぴーちゃん入るよ。めっちゃ走り回りよった、ご機嫌やね。私たちに興味なくなったんですか？あゆらのそっくりさん。いいえ、そんなことはないです。何か冷たいものが食べたいです。お、冷たいもの、冷たいものね、アイスかな。アイスクリーム。ほい。いただきます。
どうぞどうぞ。どんどん寒くなってきたらね、チョコレート系のアイスが欲しくなるよね。夏場はシャーベットとかそういう感じ。さっぱり。ほい、それじゃあ何がいいかな。化粧品セット。ほい。道具、化粧品セットをプレゼントしました。それでもっともっと綺麗になってね。私時間をかけてしっかりはやらんけど、短時間でパパパッと短時間でパパパッと決められたものを入れるかな。あ、でも修学旅行とかやけどね。個人的な旅行やったら時間かけるかもしれん。持っていくもの決まってないもんね。ほう、なんか一気にちょっと垂れ目になる感じほい、それじゃあ翔くん入るよ。どうしたどうした、首かしげて。ふん、何何ふてくされてるの。ん、結構満腹みたいやけど。何を食べたの。お子様ランチじゃないか、かわいいね。ふんとか言いながらかわいいじゃないか。意外やね、好きなんかな。まあ美味しいもの揃っとるもんね。本当に言いたいことほどうまく言葉にできないんです。はあ、なんかちょっと詩的な表現。まあでもわかるよ、素直に言えんもんね、そういうのって。ほい、それじゃあそれじゃあフライパンあった。意外と美味しいものを作ってくれたりとかせんかな。美味しく作ってみせましょう。ほいほい、お願い。隠し味にキルクかな。みんな何を隠し味に入れてるの。なんかちょっと怖いよね。やめられない美味しさだね。おお、そんなに期待するよ。どう。お、シェフのおすすめホットケーキ、普通にいいじゃん。普通にいいじゃん、翔くん。お粗末様でした。ありがとう。いいな、いいな。あんなん出てきたら嬉しいよね。へえ。なぜ、食事の後に。じゃあ、レイカちゃん、おー。どこへ行った。レイカちゃん入るよ。レイカちゃんの部屋もシンプルやな。アニマルそっくりさん、こんばんは。こんばんは。こんなものも拾いました。鍵やん。あれ？裏にみゆきと書いてある。これは本当に大事だね。何の鍵かわからんけど。返しとく返しとく。みゆきちゃんあったよ。ありがとうございます。レイカちゃんが持っとった。レイカが拾ってくれたんですね。うん。大事なものだったら。お礼言っといてね。ありがとうございました。お、レベルアップ。それじゃあ、携帯をどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。旅人が無事に旅を続けられるよう、私たちも協力したいですね。ね、できる限り協力してあげよう。交通費とか。交通費。そうそう、で、レイカちゃん、レイカちゃん。新しいインテリアをね、渡そうかと思ったんだ。またまた入るよ。こんばんは。さっきはありがとうね。旅人がいつまでもこの島も忘れないよう、島の貝殻もプレゼントしようと思います。いいねいいね、そういうの結構嬉しいって言ったけんね。いい思い出になると思う。んーで、カントリースタイル、床のキルトや無造作に置かれた木箱、自然素材の温かみを感じます。これでどうよ。新しいインテリアもありがとうございます。とてもいい部屋で気に入りました。お、やった、ストレートに。部屋を見ていきますか。見てく見てく。カウボーイの格好でカントリースタイルってよくない？
お、何あれ。回りすぎてぶつからないよ、気をつけてくださいね。気をつけるよ、ちゃんと。なんかね、私そのレカちゃんのすぐ後ろにある写真が気になるんだ。あれ写真？え？なんやろ、誰なんやろうね。あ、あのほうきはなんかいかにもまたがって飛べそうな。危機仕様やね。新しい部屋って心が踊ります。ねえ。あ、なんかすごい女の子って感じの部屋。壁めっちゃハートあるやん。友達の部屋も見るのって大事にします。大事にしてね。ごめんね、言葉の途中で。ほい、レベルアップ。じゃあ道具で。ギターを。ほい。道具、ギターをプレゼントしました。ほい、それでじゃんじゃん弾いて。みんなでセッションでもしてね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いいことは日常に常に潜んでいるものだ。ちょっと名言っぽくなかった？